10月14日、月曜日、祝い、有明アリーナにて開催されたプロボクシング、WBO アジアパシフィックバンタム級王座決定戦にて立花悟り、23、が青のミニワンピース姿でラウンドガールに立ち、大会に花を添えた。ジェルウィン・アシロー、フィリピン、奥田し同級王者となったナスカワ・心、ン定見、が勝利マイクでコメントをしている最中、 立花はうるうるした瞳で天身を見つめ、その愛らしい表情で観客を魅了した。立花はレースクイーンやグラビアなどの活動をするほか、普段は看護師として勤務。今回、初めてラウンドガールを務めた立花は、清楚な青のワンピースを身にまとい、グラマーなプロポーションとミニスカート姿で視線を集めた。さらに潤んだ瞳で試合後の天身を見つめる様子にもファンは心をつかまれただろう。 SNS 上には、誰との投稿もあった。試合後彼女が自身のインスタにラウンドガール姿の写真を投稿すると反則級の可愛さ、全国に通用する可愛さ、可愛くてファンになった、この可愛さが流れてきたらファンが増えるでしょなど絶賛の声が相次いだ。また、15日には同じくインスタにボクシングにも色々な戦い方があって、洞察力、スピード感、力強さ、 守備能力どこを見ても本当面白くて格闘技の虜になりましたと、ボクシング観戦の面白さを綴った。看護師に加え、レースクイーンにグラビア、そしてラウンドガールと活躍の幅を広げる立花は、今後どのようなことに挑戦するのか。さらなる注目が集まり、